そして第2回目黒バラ伝説レジェンドへの道、黒バラのお二人はこちらです。はい、おはようございます。黒バラ軍団の小太郎です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。黒バラ軍団の織野です。なんで言い方真似したん今。おかしいでしょ。いや真似したでしょ。いやバカにしたでしょ。僕の挨拶を今伸ばしとったからいや、ね、完全バカにしましたよね、はい、今バカにしてるわけじゃないよ。乗っとこうと思って。絶対バカにした今のは。おはようございます。ほら、完全バカにしてるじゃないですか。いや、頑張ろうよっていう意気込みですよ。もう乗っとこうと思って、小太郎氏に。はい、そうですね。太田明奈さんとは、はい、僕は2回目ですね、お会いさせていただくのは。Me too。そうですね。Me too でございます。そうですよね。Me too もですか。うん、Me too もです。はい、とある番組で。そうですね。まあ今日は協力してやっていこうというわけなんですけども。まあなんか前回がね、はい、次郎くんと太田さんで実践されたみたいですね、はい、2人で、はい。どうやったんですか。そうですよ。私がマイナス211枚。で、次郎くんがマイナス1080枚でした。あ、ということはした僕たち黒バラが足を引っ張ってしまったと。そうですよ、言ったらトータルでマイナス1291枚と、はい、第1戦目が、はい、あー、ちょっと厳しいっすね。厳しいですか。いや厳しいですか。じゃあ、もともとがだってですか1回目から1人2000枚条件でしょ。2000枚を出さないといけないでしょ。で、前回負けたことによって、はい、今1人頭プラス2400枚というノルマが課せられてるわけなんですけども、まあ1人2400枚って正直な話なんですけど、まあ、うん、あまり太田さんそのパチンコパチロってそんなには詳しくはない方ですよね。そうですね。多分設定録音ですね、はい、まあ実践時間が半日というか、うん、5時間6時間っていう中じゃないですか、はい、で中で設定録音を、まあ、ハイスペックを、はい、一番機械割が高い出る台を打ったとしても、うんうん、2400枚出ないんですよ正直ね。ってなってくると119やったら出る。119でも出ないんですよ。せやな出ないんですよ正直な話をしてしまうと。そうなっちゃうんで、うん、ですけども、はい、正直最初からの目標がもう高い分、はい、間違いなく引きがなきゃ、うん、その3万枚にはいかないのはもう間違いない番組なので。そうですね、はい、ということでけど、はい、けど、はい、けど、はい、2人は黒バラという名を持って。そうですね、はい、上昇とはいかないですけど、はい、まあ、勝ちやすいグループでございます。勝ちやすいですよね。勝ちやすさっくりやな。なんかもうだから勝ちやすいイメージのグループでございます。ただしっかり立ち回ったとしても、はい、期待値的には追いつかないんで誰かしらが、うん、自己らせやなあかんと。そう満枚とか。そういうことですよ。満枚1回は出ないと厳しいですよね。そうですね。だから朝一スタートから実践時間終了近くまでっていうのを、うんうん、はい、やら1人はやらないと3万枚はもう無理かなと、うん、ね、はい、思うんですが、何や声でか、はい、朝一でございますよ。朝一、ね、ちょっと色々ありましたよ、ね、あのね、ね、抽選時間に間に合わないというちょっと大渋滞が起こっておりまして、巻き起こりましたよ、はい、でうちらがもう一般で入場しなきゃいけなくなるんですけど、はい、だいたい前に300人ほどですか。300人ぐらいは並んでらっしゃる。平日の並びにしては相当多いと思いますよ、はい、かなり。どう立ち回ってかって話になるわけですよ、はい、ここがね一番難しいところだ。結構多分、はい、並ばれているお客様はだいたいスロットに行くとは思うんですよ、うん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 、なのでそうですね、間違いないと思います。パチンコ打たれますよね、はい、そうですね、パチンコ、パチンコ打たれますよね。これパチンコ二刀流でございます。ですよね、両刀でございます。両刀ですもんね。響きは悪いですけど、はい、だパチンコこうアドバイスっていうか、うん、ぜひしてもらって。いや、するつもりでありますよ。スロ、はい、あのパチンコ打つんであればですけど、うんうん、やっぱりスロットで行きたいつもりではいるんですよ、はい、僕としては。でも、うん、300人以上の人が前にいるってことは、うん、まあ、台が選べない、選べないですね、台が座れない可能性が高いってなってくると、うん、多分パチンコで最初スタートした方がいいかもしれない、いいんじゃないかなと思うので、うんうん、まあ、太田さんと一緒に、うん、まあ、ちょっと大選択しながら僕はパチンコスタートから、ね、まあ、うんうん、見てみないと分かんないですけど、ね、入ってみんと本当分かんないんで、うん、だから僕も入ってみてとりあえず3階にATART 機能
そうです、1回と3回しかないので。あ、そうですよね、うん、そうです。とりあえず3回行ってみて、僕は、うん、もし空き台がなければ、うん、まあ、1回の A タイプになってくるかもしれない。それはしゃーないっすね、はい、うん、A タイプでもね、その上振れすれば半日でも4000とか出たりしますから出たりしますけど、まあまあまあね、そうそうですよ。なんでバカにしたんや。いや、バカにはしてない。じゃあじゃあじゃあ、いや、出る、出ます、出ます、出る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 、もう出る、まんまいもないの、出る、もう出る、うん、もう出る、もう出る、出そう、出こう、おい、あ、ちゃうね、うん、これを合わせたと4回あるみたいなので、はい、まあ、うちらはうちらで、うん、まあ、今日そのサマイス取るっていう目標よりも後に繋げた方がいいと思うんですよ。え、いや、取るつもりでもいますよ。いや、そうそう、いや、そうです。いや、だから今言ってる、言ったでしょ、土台が悪い状態になってしまったから、そこはやっぱりちゃんと、はい、うん、僕硬いから。あれ、次男でしょ。次次男、次男坊。俺長男。あ、嘘、長男でございます。ちょっと何の予想なんですかそれ、うん、いや、次男坊はこう安定を求めるから。あー、なるほど、はい、僕長男ですよ。あ、長男なんだ。そう、あの攻め方はね、はい、攻め方っていうとなんか響き悪いんですけど全然悪くない。攻め方は僕あの安定派です本当に。おっさんやからね、もう、まあ、ごめんなさいね。もう僕どうしてもね、どっかに下ネタ 出ちゃうので申し訳ないですほんま、すみません。もうずっとあるんでしょうね、下ネタが。ずっと下ネタ上がるって朝の車からずっと下ネタ言うてましたからね。もうですよね、なんかね、なんだっけ、あの、こするだっけ、こする、こするはあんたや、こするこする言って。だから DJ はこする、 DJ されてるらしいんですけど、だからこすってるみたいなんですよね。で、ハウスがって話だ、ハウスをこする。もう行きましょうね、早く。そうそう、ね、行こうね。だから僕は太田さんの、もういいですよ、もう早く。そう、そう、太田さんの横でね、ねえ、まあだから しゃあないね。来ました。もう時間みたいですわ。どうしましょうねえ。いや、リノさんに、え、何、どこ行くの。後で行きますんで、とりあえず、はい、大田さんが、はい、これと思ったら取っといてください。後で見に行きますんで。わかりました。無理なんだけど私。やっぱマイジャグは埋まるんですよね、完全に。前代7揃いしてるっぽいですね。こっちも全部してます。だ、マイジャグが割の高いジャグラーがすでに満席ということは、ハイスペックジャグラーにも使ってくれてるということやと思います。一応打ちたかった台がテラフォーマーズ新台のラス1、テラフォーマーズなんとか取れました。ただまあデータとかそういう傾向とかはもうわからない。あ、1回だけ僕メガガーデンさんにお邪魔させていただいた時は、常連さんの人が構成って据え置いていることが多いと言ってたんですよ。で、ちょうど、まあ、昨日良さげなんで、まあ、分からないですけど、まずはこれからスタートしてみようかなと思います。何言うと何がいいかな。今日何が熱いんですか。何推しだろう。なんか画廊推しっぽいですよね。どうしようかな。やっぱ角台ですかね。ここかな。ちょっととりあえずリノ君が来るの待ちましょう。
ね。あ、でもなんかピンポイントで押さえてますよね。一応見とくか。年率回数ついてない、ついてない、ついてないね。あー、上げ狙いっすね。もうドンピシャっすわ。もう回数がついてないところにお客様が打たれてると。で、しかもですね、マイジャグラーはかなり、埋まってましたね。その中でもジャグラーコーナーでもということで、多分何らかしらのお題はね取れそうなんで、状況把握をね朝一はちょっと太田さんのところも僕行かないといけないんで勤めましょうか。で、僕はねあのパチコめっちゃうまいんですよ僕。なんで、玉回りかなと、玉転がししちゃおうかなとも思っておりますよ。あー、置き時でさえ埋まってると。南国物語は全打撃台かな。通常いただきじゃん。もう入っても一瞬ですよ。もう確定あれ。うん。でもそのガーデンさんの系列って実は番長ちょっと強いんですよ。なのでもう全部埋まられてますね。まあオールとかねそういったのもあるかもしれないんで、まあそういったのはもう取れないでしょうと思います。どうしようかね。もうメイン機種はもう 100% 無理だったのでパチンコを見ていくんですけど、太田さん、あ、ガロ来た来た来た、来ましたよ。あ、ちょっと無視しときます。あれなんで。なんですいませんけど、あー、ちゃんとあれなんですね。はいはいはい、あれ結構、あら、え、マジか。状況少し良さそう。メインのところだけですけどね。右とか左寄りとか右とかまだちゃんと見てないですけど、そうですね。どうなんだろう。一律じゃないのかもしれないですね。一律じゃないのかもしれないので一応全部見ます。もう空いてる台だけ見てやら、あれこっちの島の方がいいな多分。あれこっちの島の方がいい。ちょっとだけね。うん、多分こっちの島よりこっちの島の方が良くなってますわ。でもそこまで高挙動では ないと思うんですよ。なのでもうちょっと見ます。ちょっとそうっすね。太田さんも打ってることだし隣行こうかな。結構まあまあ良さそうなんでこれ行こうか。ちょっと打ってダメ、ってこれ行こうかって今説明しようと思ってたら太田さんって言い出して嫌だ。そんな横で打ちたいんですか。あ、違う、そういうそういうことじゃないんですよ別に。寂しがり、狙ってるとかじゃなくて、そうじゃなくて一応状況悪くなさそうなんですよ。で、あとガロのマックスの一島だけいいんですよ。はいはい、一島だけ、うん、なのでどうしようかなと。だからずっとこの台打ったわけじゃなくてちょっと何本か打ってみて、僕は多分どっか行っちゃうかもしれないんでちょっとだけ状況見ていいですか。狙ってるところではないのですいません。ね、すいません。違う、あ、違うって言われたと。それじゃ困るんでめっちゃ笑っとるやんみんな。めっちゃ笑っとるもん。じゃあこれでこれでいきますか、ね、好きですね。はい、ではテラフォーマーズ、まあ寝台ですけども、まあ、伝説残すために打っていきます。いきなり2ゲームでチェリー。まあこれは当たらないです。
隣の人もうやめていきはるんですね。このテラフォーマーズなんですけど、まだ解析はあまり出ていないんですけれども、特定薬チェリースイカからの、ボーナスの色で、工程が分かったり、あとはチェリーチャンス名のボーナスの色で奇数偶数が分かったりするんで、その辺を見つつ判別していこうかなと。僕も言ってそこまで打ったことはないんですけれども、やはり構成では結構ボーナス当たるイメージあるんで、あまりにも当たらないようだと、ちょっと早めに見切ろうかなと思います。ただこのお客様の人数なので、ただ台自体もメガガーデンっていうぐらい、メガがついてるぐらいの台数もかなり多いので、空き台自体全くないっていうことは、平日ですしないと思うので、早い段階やったら動いていけるかなと。なのでやっぱ見切りが大事になってきますかね。さあなんだ、チャンス目28ゲームです。でミッション星2つボーナス否定です。46ゲームチャンス目です。そして8点ですけど星2個。あ、これもうボーナス確定なんですけど、チャンス目からピンクボーナスです。逆、これボーナス察知手順、これした方が絶対早いんですけど、得するんですけど、まずいろいろあるんですけど、逆押しの場合は、ピンクボーナス柄を右リールに狙ってもらって、ピンクが出た場合は左リールも狙うと、ピンクをで、テンパった時点でこれもボーナス確定です。で、黄色が滑ってくれば黄色を狙うで、黄色が滑ってきて黄色がテンパしなければ、青のボーナスになります。もう揃えます。はい、48ゲーム、投資2本でボーナスですね。チャンス目からです。はい、今回は残念ながら ART はなしでした。わっ、スイカで激アツ出ました。22ゲームおーおーおお、出た出た出た、出ました。じゃあこれあんま触りたないんですけど、押します。はい、あれ、え、ああまた出る。 これ出て外したこと今までないんですよ。リプレイ、そうですよね。はい、スイカから青色のボーナスです。25ゲーム、早かったですね。持ちコインでつなぎました。今スイカから当選しましたけど、これは高低差がありまして、設定値で1000分の1ぐらいで、6で約610分の1ぐらいですかね、20分の1ぐらいなんで、一応いい要素が一つ出たということですね。今回も ART 当選なしです。一応このボーナスから ART 非当選、いわゆる、バジスクでいう BC みたいな感じなんですけど、このスルー天井がマックス11回なんで、11回目に引いたボーナスからは ART に突入するとなってます。
黒バラ伝説レジェンドへの道、いや確かにすごいですよ、3万枚本当に出せば。で今今回が第2回目でノルマが2400枚まで上がってしまったと。いや、まあ、でき奇跡は起こればできんくはないですけど、だからどっかで誰か一人万枚とか出さんとやっぱ平均してたんで、なんか事故らんと絶対無理ですよね。で今テラフォーマーズ売ってますけど、あんまり最初は出えへんのかなって思ってましたけど、結構最近は7000枚8000枚万枚近くのデータも見るんで、なくはないと思うんですよ。信頼や力入れてくれてる可能性もある、まあ、昨日のデータとかも、まあ、この台高設定っぽい感じでしたし、あとの2人は今何売ってるんですかね。まあ太田さんは確実にパチンコ行ってると思うんですけど、リノヤンはちょっとスロット行ったんかパチンコ行ったんか、まあ、パチンコ行くとは言うてましたけど気にはなりますよね。だって2人ともマックスとか言ってたら、僕1人これでシコシコやってでもね、そりゃマックス当たればいいですけど。もういいですか、私始めちゃって。どうぞどうぞ、バンバンやってください。やりますね、私は早速。レッツゴー。ではスタートします。ようやくですね、多分どうなんですか、もう15分以上経ってるんですかね、オープンから15分20分ぐらいで、そうですね、スロットの状況なんですが、もう動けなさそうっすわ。なのでどうしよう、まあ、この状況、この台の状況次第になってくるんですけど、極端に良くなければうん、ちょっとどんどん動いていこうかなと、いろんな台打ってみようかなと、まあ、パチンコは結構動けそうなので、2時2と、玉置数がどのくらいでしたっけ、大体あと3万2000枚ぐらい、3万1000枚ぐらい欲しいですよ。だから、まあ、皆さん見てる人とかは、じゃあマックス行けよ、AT 行けよって話になってると思うんですけど、違うんです、それが違うんだよねってなっちゃうと思うんですよ。結局ですね、最後の8月末の収録の時に、結構人数、大人数で、とっかかるんですよ。なので、それまでになんとか少しでも3枚をこう、まあ、重荷にならないようにじわじわしながら、めっちゃリノさん喋ってますね。3枚を出せれる方が僕は大事だなと。喋りすぎじゃない？そんな簡単にマックスはいかんよ。だって言ったらですよ、バジリスク絆の録音取りに行くにしてもあれなわけじゃないですか、リスクを伴うわけでしょ。それは安全に行こうってめっちゃ見とるし、めっちゃ喋っとったら見とるやん、めっちゃわかるもん、なんか感じでめっちゃやりづらいわそうだから、マジ攻めろ、ガロ攻めろって攻めてても勝てるわけじゃないんで、僕はちゃんと考えてますので。僕はね、二十歳からずっと勝ってきてますよ、ちゃんといろいろ考えながら、頭悪いながら。でもね、僕パチンコとかそれだけはまあ多分まあまあうまいんですよ、まあまあうまいんで。まだか。太田さんって、うん、あれっすよね。何ですか。すげえお仕事されて、はい、めっちゃ仕事マンのくせして、はい、青ぶりますよねやめてよ来い。小田さん、この台やられたことあるんですか。ないです。
あ、そうなんです。なんでこれ取った？なんでこれ？なんか読んでる気がしたから。ああ、いや、それってすげえ大事だと思います。本当ですか？で、次は赤。ああ、ダメだな。これ大体ギリギリで終わるパターン。このうんって止まっちゃった時にもうないんですよ、疑似連が。こうずれてく時が疑似連のチャンスなんで、僕ですね、パチンコ台でこのガロー1シリーズが一番好きなんですけど、このガロー打ってから嫌いになりました。はい、なぜかと言いますと、そのガロのいいところってそのスピード感なんですよね。スピード感がねないんですよ、これラウンド中。そこがどうしてもね、ちょっと寂しいところかなと。でも演出自体は好きですよ。まあ、ハザード確率が208分の1なんで、まあ適度にね当たるとは思うんですが、まあ1時間に1回ぐらいか当たるぐらいの確率にはなってるんですけど、まあどっちかね、まあ頑張って今回してるんで、まずはね状況を見てる際にでも当てたいところっすよね。太田さんパチンコしか保護されないじゃないですか。その中ではいい方かなと、台としては。あとはガロマックス棒が低いのでそれを打つか、うん、今見た感じ、うんうんうん、ガロ打ちますね。あ、ね、俺の話聞いてました今。あれちょっと待って、待って、え、ちょっと待って、なんだなんだ、なんだなんだなんだね、なんだねってどういうこと。俺なんと話してたか忘れたんですけど、あれ、だからずっと打っとく台としてはちょっと心もとないんですけど、結局やっぱり実践時間まで打たないといけない番組ですし、ね、お仕事じゃないですか、うちは。ってなってくるとガロのマックスの一島を打つか、これ打つか、あとは甘系で風当たりを重ねてやるか。まだもうちょっと打っててもいいかも。まだこれダメだったら、うん、やっぱオーラを感じるのがいいか、うん、ガロ行くか。ガロのこの裏か、裏の島がいいんで、どっちか。ちょっとね、でもちょっと移動したい気もあるでしょ、うん、全然した方がいいと思います。自分のスタイル通した方がいいと思います。じゃあこの玉なくなったら終わります。いいと思います。ちょっと見に行ってもいいですか。今回転して30-40分ぐらいですかね。ほぼ満席ですね。ちょっと移動できるかなと思ってたけど、ちょっと甘かったです。できないですわこれ、ほぼ厳しい。でスロットにはいない。ちょっと待って、え、どういうこと、何これ、並び打ちしてますけど、めっちゃ楽しそうに。あのドスケベ親父ほんま、これわざと横行ったんちゃうんすか、もしかして。それ俺だって横で打ちたいよ、太田さんの。極端に、おい、ジョージ、ジョージ何やっとんねんっていうか、何してんすか2人で。え、デートちゃうで。いたんだ。デートしてんちゃうで、これ収録や。あ、なんかちゃうよ。ちゃんと俺状況見て打てる機種が、あとマックスのガロの一島だけいいの、一島だけ、はいはいはい、四島だけど、はい、そういうのとかちゃんと見て今言ってるから。あ、本当で状況見て、ちょっとこれ多分ボーダーぐらいなんだ。あ、これも分かってんだけど、打てないじゃん。打てない、ね、だからマイナスの台を打つんだったらって意味でも、あ、まあ、トントンぐらい、まだまだ打ってる必要があるから、
でも厳しかったら映るし、あなるほど、ね、ちゃんとやっとるよ、ちゃんとやってる。いや逆に見てよ。でもあれやで、太田さんはオーダーとかに当たる台がええねんで。そう言われてた、言われた一発目に、あの当たる台って言われた、うん、当たる台よ、うん、そら当たる台ちゃんと選んであげてくださいよ。いやいやそういうことじゃないじゃん。そうだからおかしくなっちゃうじゃん。せやな、せやな。で何取ったん？テラフォーマーズ取れた。趣味や。え趣味や。ちゃうやん、稽古もバッチリやん。あなた関東着いたの何時よ昨日。関東着いたの何時だよ。12時過ぎてた。だろやろ、下見もネギとないやろ。一回来たことありますもん。あ俺もあるけど、でその時に常連さんが高設定据え置く可能性あるよって言ってたんですよ。あ本当で A 台空いてたんですよ。だからとりあえずそれ打ってます。いや今日みんなで上げねえ台取ってるよ。え上げねえ台取ってたよ。 A タイプから見たけど俺。ほんま結構変わったんかな。大丈夫、知らんぞ、大体回数分からんわ、下見してへんもん。そうやな、うん、いやだからいいよ、伸ばしゃいいよ、 AR で言ってんだから。そうよ、それしかないんだから。そうよ、だから太田さん多分ちゃんと立ち回るから。ああほらもう移動するから。あもう移動されるんですか。いや話長いなと思って。あごめんなさい、ほんまにジョージうるさいんでね、ほんまに。もういいかな。はい、あ探してきてください。もういいかな。あ、いいって、どうぞどうぞ。あ、僕これ。じゃ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 、もうちゃんとね、自分のオーラでやってください。頑張って。やだどうしよう、本当に自分で選べない。いろいろうんちく垂れてたでしょ。はい、もうずっと喋ってるんですもん。そうそうでしょ。うるさい おっさんなんでね。うるさいでしょ、ね。自分で選んでディスラーで。そう、そっちの方が良さそうですね。そっちの方がいい。またじゃあ後で。はい、これ勝つ番組でしょ。これなんだこれ。トン、よし、ようやく、ようやく。お、なに、まあまあまあ、まだ暑くないよね、きっと。青だし、緑。最強でもですね、ガロンチェンジの、新メージゼロで8割ぐらいなんで。担当は皆さん見ていただいていますか。ジャンマリドット TV 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねじろうくん、めっちゃためになる。